婚約破棄をした令嬢は我慢を止めました。星に。主人公はその世界の女神の再来と呼ばれる養子を手に生まれたことで王太子の婚約者となる貴族のメス。しかし、主人公の婚約者は主人公の妹女にぞっこんだったために、主人公は嫉妬に駆られて王太子を殺害しようとするという一度目の記憶を思い出した幼女が主人公のやり直しシナリオ。この漫画はメス文学作品なので、この後は、一度目で険悪な振る舞いをしたせいで、主人公の婚約者は妹ルートに入ってしまったのだが、二回目では険悪しない振る舞いをしたり溺愛ルートに入るという感じの漫画。オス文学の悪役令嬢シナリオの場合、主人公は乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった。の主人公みたいにカラッとしたオス受けしやすい性格設定しているので。メス文学作品はこの漫画のように秋季はこんなに恋焦がれているのでアリンス。心が張り裂けそうな気持ちを察してアリンスみたいな感じのムーブが入ります。この辺はどちらのニーズや読者をターゲットにするか、だったり作家がどちらの作品を書きたいか、で変化するので。アニメ化しやすいのは断然脳筋設定してカラッとした性格設定させるシナリオです。ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル登録よろしくお願いします。